眼科医の平松です。今日は緑内障なら知っといてほしい手術のことについてお話ししようと思います。いや、手術って言われてないしって思うかもしれないですけれども、緑内障の手術ってある日突然言われることって結構あるんですよ。なので急に言われると頭真っ白になりません？びっくりしますよね。で、その時に何聞いていいか分かんなくて、で、医者から手術しますかしませんかみたいに聞かれるんですよ。いや、そんな心の準備もできてないしってなっちゃうことがあるので、まあ、ぜひぜひ今日の話を最後まで聞いていただいて、もしあなたが手術と言われた時、まあ、こういう意味なんですよとか、こういうポイントを押さえておきましょうっていうのを知っていただければ、まあ、もちろんパニックにはなりますよ、急に言われたら。なんだけれども、まあ、ちょっとはね、事前準備もできていて、いいので、緑内障であれば、一回は頭に入れといていただけるといいかな、っていうふうに思います。じゃあ、緑内障の手術、なんで突然手術と言われるか、っていうことなんですけれども、医者によってね、突然言う人と、緩やかに言う人がいるんですよ。で、緩やかに言う人っていうのは、そろそろ手術かなと思って、ちょっとね、そろそろ手術も考えようかなって感じで、まだなんですけどねっていう話をしながら、やっぱちょっと悪くなってきたかな、どうしようかな、やっぱり手術ですかね、みたいな感じで言ってくれる。まだ、この場合って、前もって手術かな、どうかなっていう、ただ、これ心配ですよね。だって、一ヶ月に一回の人もいれば、三ヶ月に一回の診察もあって、で、三回、四回っていうと、三ヶ月に一回、ちょっと一年間、ずっと、手術がどうかな、どうかなって言われるわけですよ。これ心配なんですよ。なので、医者によっては、どうかなって思っても、自分の中で留めといて、これ手術だってなって、初めて患者さんに言った方が、患者さんのためだって思ってる医者もいるわけですよ。で、これ、どっちが患者さんのためなのか、僕も答えわかりません。あなたはどう思います？ゆっくりゆっくり手術かもね、手術かもねって言われた方がいいのか。ただそれってずっとちょっと心配ですよね。その代わり、ちょっと準備、気持ち的にできると。一方で、僕ダメだ、もう手術だって言われてバンと言われると、確かにショックだけれども、一回で済むじゃないですか、なんていうかね。そのショックって。いい面もあるんで、あなたはどっちがいいかなっていう意見があったら、ぜひぜひちょっと書いていただきたくて、僕もね、ちょっとその患者さんの気持ちがね、一応ね、僕も父親が緑内障だけれども、実際手術してるわけでもないし、そういう意味で、なんていうかな、分かろうとはしてるけど分かりきれてないところがあるので、あなたの気持ちがあったら、他の人とも共有できるんで、ぜひコメント欄に書いていただければと思います。私はゆっくりがいいと。私はガンと言ってほしいって、あると思います。で、そういう理由があって、ガンと突然言う医者が、いるんですよ、一定数。ってなると、びっくりしますよね。で、手術するか考えてきてくださいって大体言われます。つまり、もう絶対手術は今日しましょうっていうのはあんまりないんですよ。なぜか。これはね、緑内障手術は、やっぱりリスクがあるんです。どんな手術でもリスクはあるんですけど、とはいえ、白内障手術とかに比べると、やっぱリスク、危険性はちょっと高めになってくるわけです。ってなると、その危険性を理解した上で治療をしなきゃいけないので、ちょっと考えてくださいと。じゃあ危険性について説明してくれるかっていうと、それは説明してくれないってことも多いんですよ。なぜかというと、緑内障手術って、実はいろんな手術があるんです。例えば、この人生が変わる緑内障の新常識の前の方に、手術がバババって書いてある。これ、この表でさえ全部網羅してないんですよ。これ以外にもたくさんあるわけなんですよね。なので、たくさんあるから、正直まだ決めきれない部分があったりとか、はたまた患者さんと相談して決めたいなっていう部分があったりとか、はたまた自分が術者じゃないから、手術する先生に紹介するから、私はこの手術ですとは言わないっていうこともあるんですよ。特にあるのは、開業医の先生が、そろそろ手術かな、大きい病院に紹介しようと思うから、手術するか考えてくださいと。何の手術って思うかもしれないけど、とはいえ、私がするわけじゃないから、大きい病院で相談してもらうわけだけど、っていう感じですね。この場合は、やろうと思いますって言った後、いくらでも、やっぱやめましたって言えるわけですよ。例えば、ああ、そうか、手術必要だったら私やろうと思いますって言って大学病院に紹介されました。大学病院に行きます。大学病院でこう見て、詳しく調べました。その結果、この手術、例えばトラベクレクトミー手術がいいと思います。で、トラベクレクトミーの手術とは、こんな手術でこんな危険とこんな危険があります。こんなに怖いの？
ちょっとさすがにやりたくないな、ちょっと今はちょっとやめさせてくださいっていうのは、OK です。問題ないんですよ。なので、一回やりますって言っちゃったら撤回できないって思いがちですけど、撤回できますので、全然心配しないで、とりあえず受ける方向性、積極的な方向性かを伝えてください。これね、手術をしたいかどうかを聞いてるようでいて、積極的にリスクを取って治療をしたいか、絶対リスクを取らないで、その代わり悪くなるのを受け入れるか、どっちですかってことを実は聞いてるんですよ。本当は、手術を受けますか受けますかって、受けませんかって聞いてます。聞いてますけど、内容的には、リスクのある治療をしますか、リスクが低い治療、その代わりに悪くなるよ、の治療にしますか、どっちですかっていうことを聞きたいんですよ。まあ、ただそこがね、うまく伝わってないから、いきなり手術ですかって聞かれちゃうことがあるという感じと、まず思ってください。これが、手術は突然言われる理由。じゃあ、手術にどんな種類があるのかっていうのを、ザザザーっとまとめてお話しようと思います。まあ、ここら辺は、この書籍の中に詳しくあるので、まあ、一回パラッと見とくと、なんとなくイメージが湧くと思います。そして大切なんですが、よく聞かれますが、手術で緑内障は良くなりますか ?973 ね。184ページにありますけど、結論から言うと、緑内障は良くなりません。あくまで、進行を食い止めることしかできないので、にもかかわらず、その手術で見づらくなったりとか、ゴロゴロしたりとか、調子悪くなったりとか、しうるんですよ。厄介ですよね。治るための手術だったら、ある程度リスクもわかるけれども、治らない、つまり悪化を食い止めるだけなのに、そんなことがあるわけなんですよ。じゃあ、手術の種類はっていうと、まあ、ちょっと大きい種類の手術で言うと、レーザーも手術の一種にはなりますね。まあ、とはいえ、レーザーはちょっとまた細かく別のところでご紹介できればな、っていうふうに思います。で、大きく分けると、一般的な手術はやっぱりね、メスを入れる手術があって、トラベクロトミーって言って、目の玉の水の排水口を切る手術。まあ、例えば、タニトフックとか、カフークフックとか、スーチャーロトミーとか、トラベクロトミーとか、トラベクトームとか、まあ、いろんな名前ありますけれども、まあ、キル系の手術ですね。これのメリットっていうのは、手術の中ではリスクは低め、ね、であると。ただし、で、かつ自然な流れを使ってる。ただし、やっぱり眼圧を下げる、緑内障の進行抑制効果は最も低い。2番目にあるのがトラベクレクトミー。目にちっちゃい穴を開けて水を流してあげる。で、塗ったりして、まあ、後で切ったりとか、また塗ったりとかしながら、水の流れを流してあげる。これのいい点は、眼圧の加工効果は最強です。お ?2 番目が最強?うん。3番目はって言うと3番目もあるんですけど、2番目が最強です。ただし、下がりすぎたりとか、乱視が出たりとか、見にくくなったりっていうリスクも最強の手術なんですよ。ね、その代わり、なんていうかな、手術自体の時間は、中程度ですね。3番目の手術がチューブインプラント手術って言うんですけど、目にチューブを入れて、これがトラベクロトミー、ここを切るよっていう、トラベクレクトミーはね、穴開けて流してあげる。で、チューブインプラント手術っていうのは、目の裏につけて、そこから目にチューブを刺しちゃう。で、水がフューッと後ろに流れてくれるって、こういう感じ。トラベクレクトミーの仲間にエクスプレスっていうのがあったりとかいろいろしますけど、まあチューブインプラント。まあこの大きく分けて3つある。チューブインプラント手術の場合は、手術時間はかかるし、ちょっと大きい傷口をちょっと使う感じですね。トラベクレクトミーと比較すると。ただし、眼圧加工効果は、トラベクレクトミーと同等か、ちょっと劣るかなっていうぐらい。まあ同等程度っていうのもある。まあやり方次第ですね。っていうイメージになります。なんで大きいのにトラベクレクトミーと同程度なのっていうと、チューブみたいのを入れるんでちょっと大げさになるし、塞がりにくい。傷が塞がるのが緑内障手術であんまり良くないんですよ。どういうこと?手術したら傷塞がるでしょって思うかもしれないけど、これが緑内障手術のかなり厄介な点なんです。普通は手術ってお腹に出来物があるから切って出来物を取ります。悪いものを取りますとか、はたまた逆に切れちゃってるからそこを縫ってきます。って言って、傷は開けたら閉じる。もうこれが基本です。てか、そんな手術ばっかりです。ね、世の中には。ただし、緑内障手術は特殊で、目に傷をつけて、それが
治らないようにする手術なんですよ。治っちゃうと傷が閉じて眼圧は元通りになる。例えばトラベクロトミー系だとブワッと切ってあげると水の流れが良くなるわけですね。ということは水流れてるからそこが傷が塞がりにくくなる。トラベクレクトミーもふわーっと傷があって水が流れてるからなかなか塞がらないと。で、水の流れによって傷が塞がらなくするのがトラベクロトミー、トラベクレクトミーっていう手術で、チューブインプラント手術っていうのはもうチューブがあるからだから塞がらないよねっていう、そんな感じの手術になる。つまり傷が塞がりにくいのがチューブインプラント手術っていうイメージですね、という流れだと思ってください。で、チューブインプラント手術の方がトラベクレクトミーよりは、まあ、いろんなトラブルはちょっと少ないっていうことが分かってます。厄介ですよね。分かりにくいと思います。なのでもしやあなたが手術って言われた場合、大切なのは何手術ですかっていうのを最終的に聞いといてください。その手術名が分かったらそれを検索するか、はたまたこの前の表、この本のね、表があるので表を見ていただけると、あ、これかって分かるんで名前を聞いといてください。よくあるのは、いやー私緑内障手術って前の医者に言われたんですよ、手術受けた方がいいですかねって言って私のところに聞きに来る方いらっしゃるんです。いや気持ちわかるけど何手術です？いやーなんか目を切るって言われてました。いや全部の手術目を切るんですよ。なんかちょっと他に覚えてませんか？いやーなんかちょっと時間かかるかなって言ってました。ちょっとっていうことが多いんですよ。なので手術名ぐらいはちょっと聞いておいていただけると大変助かるし、あなたがもし受けるときも手術名もわかんないけど手術受けますってやめた方がいいですよ。さすがに手術名ぐらいは聞いておきましょうっていうのがちょっと緑内障の手術で、まあ、とっても大切なポイントになるんで置いておいてくださいと。で、レーザーとかまあ手術ってやっぱり怖いから避けたいですよね。だからよく手術って言われた時に、じゃあサプリメント飲んでみますとか、目薬を追加してみるってどうでしょうかとか、まあこれこれしてみるのは漢方はとかいう方がいます。結論から言うと、それは手術をするかしないか決めてから考えてください。つまり手術を逃げるため、先延ばしにするために漢方を使うとか、飲み薬使うとか、ちょっとそれ違うんですね。なぜか。明らかに手術は効果が高いんですよ。めちゃくちゃ高いんですよ。例えば眼圧とかで言うと、トラベクレクトミーって手術すると、例えばあなたが眼圧30だったら、それを6とかに下げることができるんですよ。24ぐらいね。じゃあ漢方、すんごい効く漢方があったとしても、まあ、せいぜい3とか4ですよ。眼圧が下がったとして。そんなに安定して下がる漢方自体もあんまないですよね。目薬追加します。せいぜい2、3ですよね、眼圧下がるの。じゃあ例えばマインドフルネスします、目薬の差し方気をつけます、まあ、2とか3下がります。もちろんね、平素でこの2か3下がるってとっても大切ですよ。大切なんだけども、今あなたと話してるのは手術するかしないかっていう場面の話なんですよ。その段階でそのまあ言っちゃ細かい治療ですよ。細かい治療をどうこう組み替えてその大きい治療を避けるっていうのはちょっと意味が違って、じゃあ私は手術はしません、今はね、進行するのは受け入れます、代わりに目薬を追加して、まあなんでか進むのは分かってるんだけどちょっとでもそれを緩やかにできないかという意味で、まあ、漢方を追加するとか、まあ、サプリをするとか、まあ、これは OK なんですよ。つまり治療方針の先延ばしのために何か新しいことを始めるのはやめてください。治療方針を決めてから何かをするっていうふうにしないと本末転倒になってしまうし、あのね、後で後悔することが多いんですよ。あの時ね、もうちょっと考えてればなって人がやっぱりいらっしゃる、ので、ちょっとその場でどうするか、方向性を決めてからさてどうするっていう風にしていただけるといいかなっていう風に思います。今日のお話もう一回まとめますと、手術っていうのは急に言われる場合があると、まあ、それは医者が良かれと思って言ってると、
あなたにとっていいか悪いか私もわからないから、私はゆっくり言ってほしい。私は突然言われた方が安心っていう場合、ぜひコメントに書いてくださいと。で、もしそう言われた場合は、手術をするかしないかっていうのは、基本的にリスクがある治療を受けるか、リスクがないんだけど進行を受け入れるか、どっちにしますかっていう質問と同じだと思ってください。で、その上で手術の術式のを聞いたら、じゃあ最終的にやっぱりもう一回するかしないかを決める。こんなイメージと思っていただけるといいかなっていうふうに思います。まだね、まだ言われてない人も多いと思いますけれども、いつか言われることもあるので、ね、だからその時のために、まあ、イメージトレーニングというかな、っていうふうに思っていただけるといいかなって思います。今日の動画が参考になったって場合は高評価ボタンを押してください。また、緑内障がある方の場合は、まあね、今日みたいな、ね、手術は突然言われることもあるので、こういう本、自分でできる人生が変わる緑内障の新常識、ね、本当に役立つ本ですので、持っておいていただけるといいかなと思います。よろしくお願いします。